炎ハグマは、菊モもみじグマ族の多年層。別名、乱ハグマ。地下茎は細く、横にい節がある。茎は、紫褐色で、直立して分子せず、高さ10から3 3トルになる。葉は、茎の下部に、やや輪性状になって多数付き、葉心の外回りは、円形で、長さ2.3から6 5センチメートルになり、 手のひら状に3から5進立し、隠裂片はさらに2から3中立する下粧子になり、規部は心形になる。葉の両面はほぼ無毛、またはやや細毛があり、戦力色をしている。傭兵は、長さ2.5から8.5センチメートルになる。下記は9から10月。登場過剰は家計に相乗、または副相乗につき、頭花の小道は8ミリメートル。花柄は、 長さ3から4ミリメートルになり、微細な筒を多数つける。双方は、長さ10ミリメートルの共筒型、双方辺は多列あって福瓦状に並び、その先端は鋭く、双方外辺は、卵形、双方内辺は、線形となり、長さ1ミリメートル。一頭花あたりの小花は3個あり、果敢は五心列し、果敢列辺は白色、または淡いピンク色で、 長さ1 4トル、頭部の長さは6 5ミリメートルになる。果実は、やっせかになり無毛。寒毛は、羽毛状になり長さ約8ミリメートルになる。日本固有種。静岡県、愛知県に分布し、産地のやや乾いた木陰、林内に生育する。稀ではあるが、三重県にも分布する。和名、円州ハグマは、円州白熊の胃。静岡県の西部に多いので、 演習、白熊とは、構想が使う仏具である白い毛のホ酢、兜に付ける白い飾り、槍の柄の飾りなどに付ける薬尾の毛で作った飾りを、いい、果敢の細長い列片が、万字型に回転しかけている様子をそれに見立てたもの。種照名大セクタは、多列した、前列したの意味。ありがとうございます。